鋳造とは溶けた鉄アルミを700度から1500度と高い温度の液体を型に流し込み冷やして目的の形状に固める加工工法ですロータリーエンジンの基幹部品であるローターサイドハウジングローターハウジングの製造プロセスではアルミや中鉄などそれぞれの素材特性に合わせた鋳造が行われています中鉄製ローターの鋳造工程では 型や寸法精度だけでなく金属組織や重量バランスなどが高いレベルで安定するように溶けた鉄の流れをコンピューター解析するなどさまざまな工夫を凝らしていますアルミ製のローターハウジングには内面にシートメタルと呼ばれる鉄の板をつける必要があるので金型に鉄板を組みつけそこに溶けたアルミを流し込んで内面が鉄板の製品が出来上がります 車内ではこの工程をシップ工程程をと呼ばれています。ローターハウジングは羊羹が流れにくい形状をしているので普通にアルミを流し込んだのでは良い製品はできませんマツダ独自で開発したアルミハイプレッシャーダイキャストを使ってアルミを流し込み圧力を微妙にコントロールしています 鋳造で作られた素材に機械加工を施して部品を完成させますフライスドリル詮索、検索などいろんな方法を使いますがロータリーにしか使わないすなわち世界でマツダにしかない設備がいくつかありますロボットで加工ラインに投入されたローターはいろいろな工程を経て完成に至ります途中には焼き入れ工程があり強度的にウィークポイントであるアペックスシールとコーナーシールと サイドシールが重なるおむつびの頂点を高周波や切れで強度アップしていますローターハウシングの内面は世界でマツダの工場にしかない専用機を使用して検索・加工します NC 制御で同時に5軸を制御しながらトロコイドホームを形作っていますどの部品もシールが収動する部分にはメッキや窒化処理といった表面処理を行って収動抵抗の低減や 耐摩耗性の向上を図っています信頼のできる製品を世の中に送り出すために日々生産した部品を抜き取って計測し品質の保証を行っています例えばローターハウシングのトロコイドフォームは3次元測定器でミクロン単位での製造誤差を測定しています 機械加工が完了したローターには職人によるハンドメイドでシールなどのスモールパーツが装着されますローターに組まれるシールは非常にデリケートな部品ですこのシールが適正にフィットしているかどうかが性能に大きく関わっていますシールが適正にフィットしているかどうかの確認は景気では測定できないぐらい微妙なものです組み立て工程では熟練の職人が指先で このフィット感を全数を確認した上で、エンジン本体に組み込まれます。本体組み立ての一連作業は、ゴミや塵が入ってこないように気圧を高めたクリーンルームで行われています。エンジン本体が組み立てられたら、補給類やアクセサリー部品を組み付けます。